ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会は、ルノワールが35歳の時に描いた絵画作品。1877年の第三回印象派展に出品された作品でもある。パリのモンマルトルにあるダンスホール、ムーランド・ラ・ギャレットでの舞踏会を題材としている。単に、ムーランド・ラ・ギャレットとも呼ばれる。家中の人物たちは、ルノワールの友人たちがモデルになっている。 ムーランド・ラ・ギャレットに関する作品には、他に、庭にて、ムーランド・ラ・ギャレットの木陰がある。小さい方の、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会当時、ルノワールはこのダンスホールの近くに住んでおり、アトリエから通いながら制作していた。だが、縦131センチ、横175センチもある。この作品を持ち運ぶことは困難で、傷つく恐れもあるため、 ダンスホールには半分ほどのサイズのキャンバスを持っていった。そして現場で描いた小さい方の絵を持ち帰り、これを元にしてアトリエでは大きい方の絵を描いた。同時期に描かれたブランコにもジャンヌが登場している。家中の人物たちはルノワールの友人たちであり、名前が判明している人物を挙げると、手前の左側でダンスをしている黒い帽子の男性は、 キューバの画家のカルデナス。その、カルデナスの相方の女性が、当時、ルノワールのお気に入りのモデルであったマルゴン。中央下側のベンチに座っている女性がエステル。そのエステルの背後にいる女性が、エステルの姉のジャンヌであり、この姉妹は、素人モデルであった。また、右側のテーブルに座っている三人の男性のうち、背を向けて、姉妹と会話しているのが、画家のフラン・ラミ。 その向かい側でタバコを口にくわえているのが画家のノルベールグノット、その右隣でメモを取っているのが批評家のリビエールである、オルセイ美術館の3階に展示されている。大きい方の絵は同じ印象派の画家仲間であったギュスター・ブカイエボットが購入。彼の死後、フランス政府に寄贈され、オルセイ美術館に至る。一方、小さい方の絵は1990年に、 斉藤良英が7800万ドルで落札した後、バブル経済の崩壊によって海外へ流出。外国の収集家の手に渡った。ウィキメディアコモンズには、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。